やっほー、さくらです。はい、今回はですね、私のお出かけヘアアレンジを紹介していきたいと思います。はい、ということで、もうすぐゴールデンウィークということで、みんな遊びに行ったりね、すると思うんですけど、その時やっぱりいつもとヘアアレンジ変えたいと思うんですよ。ずっと一緒でもなーみたいな、だと思うので、ヘアアレンジね、自分なりの紹介していきたいと思います。なんか花粉とかもあって鼻声気味ではあるんですけど、そこは温かい目で見てもらってよろしくお願いいたしますということで、このハンガーが気になる方いると思うんですけど、これわざとです。ちょっと家の雰囲気を可愛すぎるので、ちょっとカーテンがあえてハンガーを置いてみました。ということで、早速やっていきたいと思います。レッツゴー。最初ちょっとストレートだから、まあこれでもいいんだけど、出かけるにしてはちょっと地味すぎるから、ここからちょっと巻き髪にしていきたいと思います。使うのはエリムスミーのアイロン、細めのやつ使っていきます。で、最近ちょっとまあエクステっていうのもあるんですけど、傷みやすいので150度でやっていきます。最近ドレッサーが家に届いたんだけど、そのドレッサーについてるライトがマジで優秀。 TikTok めっちゃ漏れるし、こうやって YouTube も撮れるでしょ。最高すぎやろ。ということで、やっていきます。いつもしてるオール外巻きで、オール外巻きが一番好きだわ。なんかね、一番、顔ちっちゃく見えるのかな？漏れんのかな？まず、こう真ん中で半分に巻けますね。そしたら、これをまた半分に、こっちをショッ！すいません、適当すぎました。これを半分にしたら、この前の毛をまず後ろに、こういう感じで、これをまた、一つに、ここからちょっと、巻いていきたいと思います。もう普通にオール外だから、これストレートと普通のアイロンどっちにもなるんだけど、アイロンの方コテにして使っていきます。これはもう外向きに普通に巻いていくだけ。うわ、なんかね、スマホ越しむずいわ。カメラ越し、すいません、失敗したら。最近は人からまた行き始めたんだけど、なんかね、ちょっと前もハマってたのよ。まあ人からっていうか、友達とも最近行くんだけど、とにかくカラオケにハマってて、歌はめっちゃ下手なんだけど、歌を歌うこと自体が好きなのよ。発散になるっていうか、そう、カラオケかな、最近のマイブームは。あとサウシードッグ、サウシードッグさん、ガチスコ、かっこよすぎやろ。普通に結婚したい。メイク薄くなったのよ最近、思いませんか？答えてくれないの寂しいわ、一人暮らし。で、この時にこうちょっと横した方が、で外す時にこう縦に外すと綺麗にできますよ。皆さんゴールデンウィーク何するんですか？私は普通にお仕事ですみんな何するんだろう。みんなやっぱ旅行とか行くのかな。いいな、うちも行きたい。一旦ね、これでちょっと冷ましときます。根元から巻いちゃったりすると結構ボリューミーすぎて、理科の実験失敗しちゃったかな、みたいな、なるので、私は、こう、まあ、顎下ぐらい、毛先だけ巻くようにしてます。で、後でちょっと顔周りだけ巻くんですけど、それをちょっと冷めてからにします。それがまじ一番のポイントやから、ガチ注目よろしくお願いします。髪巻くのとかめっちゃ早くなったね。ロングの時ってだいたい40分くらいかかるんだけど、最近めちゃくちゃ慣れて、外向きが10分とかで巻けるようになったね。前髪さ、うち一回だけパッツンにしてみたいんだよね。あ、パッツンじゃないわ。おんまよおんまよ。でもさ、仕事があるからさ、絶対できんやん。一回してみたいわ、企画で。はい、巻きました。オール外に巻いたら、ちょっと顔周り巻いていきたいと思います。ここがめちゃくちゃポイントなんだけど、まず、顔周りの束。こんぐらいぐらい。取ります。そしたら、もう結構上から、外巻きなんだけど、上から、アイロン入れて、一回外巻き、一回回して、巻いて、縦に持ちます。これでね、だいぶ印象変わる。巻き髪のクオリティが一気に上がります。で、はい、できました。反対もしていきたいと思います。たまにね、この左右のズレが出て、めちゃくちゃダサくなるから、ちょっと真剣にします。もう一つ。で、えい。あ、なった！ま、いいね。こう、巻きが弱いなと思ったら、こういう感じで微調整していきたいと思います。で、こう熱があるうちに、癖をつけてあげる。このまま触覚まで巻いてあげます、私は。
巻かなくてもいいんですけど、私は巻いちゃうかな。できるだけ小顔に見せたいんじゃっていう感じだけど、できるだけ小顔に見せたいんで、こっちは真剣なんで、コンプレックス持ってるんで。はい、巻きましたよ。できましたよ。そうしましたら次オイル、オイルこちらコアプラスヘアオイル、これ美容室でもらったんですけど、通ってるコアっていうところ で私気づいたんだけど、なんかめっちゃ保湿たっぷりしてくれるヘアオイルより、なんか後からサラサラになるやつが好きってことに気づいた。これ内側からつけていきます。うわ、てかもう最近暑すぎ、半袖でいいんやけど、ね、夏あんま好きじゃないんやな、なんか焼けるやん。なんか頑張ります。はい、こんな感じです。ゆる巻き、ちょっとなんか取れかけてきたぐらいの巻きが好きなんですよ私。じゃあ鼻声やばいね。じゃあ割りが。そうしましたら2つ目のヘアアレンジやっていきます。2つ目は、これはこの巻きしてるからもう何やっても可愛いよな、正直言うと。ポニーテールやろうかな。でまず触覚出すやん、こうやってこんくらい出しすぎも良くないから、普通にある程度の触覚を出します。そしたらここも出す、一応ここも、ここ出さんとねダメやったよ。ここ出した方が可愛いよ絶対。こうやってポニーテールの時にロングの子は多分ここ切ってないと、これがすごい長いので、ゆるふわで結んでここ出したいよって方は、髪を切る時とかに美容師の方に、ここ短く切ってください、韓国っぽく切ってくださいって言ったら切ってくれるのでおすすめです。ね、最近のさ、おもろかった話していいですか。久々にしーちゃんとかママとかがいるね、お家の方に帰ったんですね。なんかその時にね、まあ泊まったんですけど、でもめちゃくちゃ心配性なんだけど、あ、待って、これダメ、これちょっと次の企画で話そう、おもろいから。で、櫛を適当に使います。え、なんかちょっともうちょっと短く切ってもらってからここ出すわ。で、私はあんま高すぎるポニーテール好きじゃないので、なんかキャピって見えるやん。だけど低すぎても大人っぽすぎるから、その合間ぐらいで、こんぐらいが好きやな、うち。てかさ、自分の名前さ、自分で呼ぶ子可愛くね。それを思って中3の頃ぐらいにやってみようと思ってやったんだけど、キモすぎてやめた。でも自分の名前自分で言う子めっちゃ好き。はい、結びました。けどちょっと地味やから、こういうシュシュ、こういうシュシュをこうやってやると完成。これだけですごい可愛いよね。ガーリンの洋服とか着たらすごい可愛くなると思います。次は大好きなハーフツインにしたいと思います。ハーフツインガチで好きなんだよね。ゆる巻きの時にしたハーフツインが世界一可愛いと思います。結構ね、ハーフツインプライベートとかでするんですけど、結構ねやり方聞かれるから、この際にお答えします。先にまず、私はなんかここでこうやってやるよりも、まあ、これも可愛いんですけど、なんかがっつりする方が好きですね。顔前ちょっとだけ残して、こうがっつり取っちゃいます。この時はもうほんとなんかお好みって感じ。もう一つをしっかり左右対称になるように合わせればいいだけで、低いハーフツインが好き、高いハーフツインはあんま好きじゃない。アイドルってなるから、低いハーフツインでおとなしめのアイドルの方でいいと思います。で、あんまりピチって結んじゃうとあれやから、こう3回ぐらいでこう緩く、こういう感じで、もう一つもして、ここで合わせるのがポイント。ここで高さとかがバラバラだと、こうやって終わる、普通にこうやって見ながら、うわ、かわいい、ハーフツインやっぱすっちゃわー。はい、できました。マジで簡単だからね、ハーフツイン大好き。もうこれができるからロングすっちゃわー。これはカラーゴムにしても可愛いと思うし、ここにヘアクリップこう上からつけても可愛いと思います。なんか三つ編みとかしようかな。三つ編みも緩くするのが好きで、最近してるのをちょっとご紹介します。で、やっぱりなんかエクステだからね、ぴょん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 ね、三つ編みは出てくるから、そこがちょっとごまかすの大変なんだけど、普通に緩くこうわざと適当にしてます。ピチピチってしてもどうせ髪の毛出るから、緩く、わざと緩くしてますよ感を出す。で、ここでいちいちキュッキュッキュッってやらないで、うちね、編み込みができるようになりたいね。三つ編みはもう昔からできるけど、編み込みできるようになりたいな。編み込みできる女っていいな。ここでゴムの高さを合わせましょう。ほら、できたよ。これ、これ、こうなります。エクステしてると。だから、ここから、
髪の毛をちょっと出していきたいと思います。あえてこの回せるとパラッパン見えません。これはおかしいけど、これだけちょっと失敗。ちょっと出してあげることによってふんわり感出るし好きやね。じゃん、いきました。ちょっと玉ねぎヘアみたいになったけどいい感じ。ストレートでやった方が多分綺麗にできますね。こういうのなんか真面目そう。それは嘘つきました、ごめんなさい。そう、褒めすぎました自分。ということで三つ編みでした。チョベリゴということで、今回はあのゴールデンウィーク直前ヘアアレンジ紹介ということで、マジで簡単なやつしかしてないので、可愛いなとかこれやってみたいなみたいな、本当誰でもできるやつなので、ぜひやってゴールデンウィーク楽しんでください。遊びに行くとき以外にもシンプルなので、学校にもできると思うので、厳しい学校じゃなかったら、だからぜひやってみてください。いつかなんかちょっと上級編のヘアアレンジも紹介する動画やっていきたいと思います。簡単編でした今日は。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。